振動の開通によって廃道化された道路のレード車崩れにより、廃道化した道路の例高速道路の廃道、右側は一般道に転用された。廃道とは、用途廃止決定がなされた道路を指す場合と、外見上仕様が放棄された道路及び、これを構成するトンネルや橋などの構築物の移行を指す場合とがある。後者の例としては、トンネルの開通で使われなくなった。 かつての峠越え道路が挙げられる。また、古代から近世まで事実上の道路として強用された事実はありながらも、その後に消滅、廃絶し、公の管理に服していない古道のうち、いわゆる遺跡化しているものも含まれる。以下では、後者の意味である事実状態を指す廃道について記述する。まず、この用語法は、道路の状態を示す事実上のものであって、 道路管理者の道路台帳に記載があるか否か、道路管理者による用途廃止決定がなされたか否か、車道としてのように教えなくなっているか否か、現実の使用実態などは関係しない。この点で、許認可による。なお、実態は、廃道同然の状態であっても、依然として用途廃止されていなかったり、地図上において、あたかも通常通行可能かのように路線が、 記載されていたりすることもある。また、事実状態を指す用語法であるから、鉄道の未成線同様、途中まで建設されたものの工事が中止されるなどしている道路も含まれることが多い。同様に道路の用途廃止決定とは、無関係に三輪を切り開いて開設した事実上廃止された道路であって、自然に任せて放置していると、 周辺環境に悪影響を及ぼすものについては、地産上の観点から、積極的に元の山林に戻すような工事が施される場合がある。これは一般には廃道化工事、また努力化などと呼ばれる。廃道の路面に、積極的に土砂や瓦礫、廃棄を積んだり、改作したのり面に、ヘビカゴを配置したりするなどの工法がある。鉄道の廃線同様、廃道にも探訪。 踏破しようというものがおり、現在では道路踏破趣味の一分野として成立している。これらの趣味者によって、軽四区やバイク、自転車、徒歩などで踏破した記録が、ウェブサイト等で公開されている。ただし、廃道の中には、道路管理者や諸葛警察署によって、通行止めとされているところもあり、これを通行すると、道路法違反、軽犯罪法違反などの不法行為に問われる。 可能性がある。万が一事故が起きても自動車保険等が適用されない場合もある。また通行止めの標識、表示がなくても管理されていない道路におけるすべての責任は自らに降りかかってくる。また自動車運転支障行為処罰法の施行により、自動車、原動機付き自転車を運転し、廃道などの通行を止め、通行禁止の規制に違反して、 交通事故を起こし人を死傷させたものは危険運転致死傷罪に問われる。これは他の車両の運転者や歩行者はもちろん行為同乗者を死傷させた場合にも適用される。都市部において再開発や区画整理、河川整備、高速道路の予定地にかかったなどの理由により道路が廃止されることがある。だが、これらの場合には道路の痕跡は比較的早く消滅し、 廃止と同時に工事を定地として、バリケードなどで封鎖されることも多く、道路踏破趣味者の興味の対象となることは珍しい。ありがとうございます。